スポーツ飲料などを提供したのは、2014年から高校総体の特別協賛を続けている大塚製薬です。大塚製薬は開催中の SSP カップに出場する高校生の熱中症対策としてポカリスエット2400本を送りました。また合わせて熱中症予防のガイドブックを各競技団体に送るということです。暑い時期に試合をする中で熱中症対策ということで、きちんとナトリウムとか糖質というのを摂取していただければと思います。 SSP カップは8月2日までで、野球、ボクシング、陸上などが行われます。